材料、鶏ひき肉 100g、 玉ねぎ4分の1個、ピーマン1個、パプリカ4分の1個、ブロッコリー適量、うずらの卵1個、じゃがいも1個、飾り用バジル、なくても OK です。酒小さじ2、オイスターソース小さじ1、ニラ醤油小さじ1、なければ普通のお醤油で、米油適量、米粉大さじ2、塩適量、ご飯好きなだけ。まずじゃがいもを16等分に切ります。切ったらビニール袋に入れ、米油、米粉、お塩を入れて全体にまぶします。じゃがいもを天板に広げたら200度のオーブンへ20分、このままほったらかしで OK です。次に玉ねぎをみじん切りにします。パプリカは角切り、ピーマンは大きめの輪切りを1つ切ったら、残りは角切りにします。熱したフライパンに油をひき、輪切りにしたピーマンとうずらの卵を入れます。お水を入れて、ブロッコリーも入れたら蒸し焼きに。中火 2,3 分で火が通ります。次に玉ねぎを炒めます。玉ねぎに火が通ったらひき肉を入れます。ひき肉の色が変わったらパプリカ、ピーマンを入れます。全体に火が通ったら調味料を入れて混ぜます。ガパオの完成です。お弁当にご飯を詰めたら上にガパオをのせ、他のおかずも詰め合わせます。お弁当の出来上がり。のっけるだけでパッと見た目も華やか。ガパオ弁当、ぜひお試しください。この動画の撮影・編集担当は、食べトレシニアインストラクター、坂上よしこでした。チャンネル登録よろしくね。